こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。4月1日にログインしましたら、すごいお知らせが来ていましたよね。オープニングのムービーも先ほど紹介させていただきましたが、すごいですね。何なんでしょうね、これは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルに新たにダンスエクササイズモード、ドッカンエクササイズの実装が決定ということらしいですね。ドッカンエクササイズとは、ドラゴンボールのキャラクターたちと楽しく筋肉を鍛えられるダンスエクササイズモード。ドッカンバトルにこんな機能が実装されるのって皆さんびっくりしませんでしたか？私は今年はもう騙されませんよ。これはきっとドッカンバトルさんが毎年エイプリルフールの日に発表する嘘のお知らせですよね。私がドッカンバトルを始めた2年前のエイプリルフールは、確かブルマのカーチェイス、キャラクターたちがバイクや車に乗ってレースをするっていう機能が実装されるよっていうものだったと思うんですけども、その時はね、騙されましたね。本当にこんな面白そうな可愛い機能ができるのって思ったんですけども、その後、あれは嘘でしたっていうお知らせが来たので、なんだ、ドッカンバトルさんってエイプリルフールに嘘をつくんだってね、すごい衝撃を受けたのを覚えてますね。去年は確かゾンビゲームでしたよね。ドッカン・オブ・ザ・デッドっていうものだったと思うんですけども、その時もすごくね、面白かったです。もう去年は分かっていたので。はい、なので今年はもうどんなものが来るのかなって楽しみにしていました。筋肉は1日にしてならず、名言ですね。本当にこれ実装されても楽しそうな気がしますけどね。まあどうやって操作するのかっていう、はい、感じですけれども、こちら多分ね、7周年から始めた方とかは、前情報を知らない方は騙されるんじゃないかなと思います。すっごくよくできてますよね。本当に楽しいことやるなと思います。でもね、もしかして今年7周年だから、今までの流れを覆して本当かもしれないっていうこともありますよね。裏の裏をくるかもしれない。そしたらどうしますか、皆さん、やりますか？私はやります。もうスーパーサイヤ人目指して鍛えます。はい、ということで今日はドッカンバトルの新機能、ドッカンエクササイズの紹介をさせていただきました。果たしてこれはエイプリルフールなのか、そうじゃないのか、今後の追加のお知らせを待ちたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。次も絶対見てくれよな。